りです。どこのパーカー？これね、蜷川実花さんの展示会行った時に買ったやつです。聞こえます？すっぴんですか？はい、今日はすっぴんです。今日なんか一段と変な顔してたから、ちょっとあれ、お、あ、聞こえる。こんばんは。すごい久しぶりだ。ちょっとだけね。皆さんお休みですか？ゴールデンウィーク。あ、ファンクラブ入ります、ありがとう。ようやく5月1日から始まるので、今ちょっとどういうことやろうか結構考えてるんですけど、ファンの方の意見とかも結構取り入れていきたいなって思ってるので、なんかこういうのやってっていうのあったら言ってください、いっぱい。うん、さいかちゃんグラビア撮影お疲れ様です、ありがとうございます。おとといかな、うん。なんかさ、今日画面が暗くなるかもしれない。なんかさっきからどんどん暗くなってってるんだけど、みんなは平気かな。あ、新作良かった？新作ってあのドラマのやつだよね。本名の私と川北沙耶香とってやつかな。良かった？あれ結構なんだろう、あそこまでしっかりなんかドラマって割と撮ってた感覚では初めてだったかも。うん、猫ちゃん元気って、元気ですよ。今ね両サイドで寝てる。あ、明るさ大丈夫、ありがとう。秋田はどうでしたか？もう本当に楽しかったの、秋田。なんか最初は秋田に行きますって言われた時に秋田って思っちゃったんだけど、なんか秋田行くのと思ってさ、なんかあんまり知らなかったから、今まで結構こうなんだろう、有名どころというかさ、まあ、沖縄北海道とか、あとはまあ去年は九州か、長崎熊本って言ったけど、なんか想像してない場所だったからどうなんだろうって思ってたんだけど、ご飯も美味しかったし、なんかもう本当にいいところだった。のどかな、え、すっぴんって、そう、今日ちょっとなんか一段と漏れてない日でさ、なんで今日やったんだろうって思いながら、久しぶりに時間ができたので。髪の毛が変なんだよね、まず。前髪切ろうかな、なんかもう中途半端に伸びちゃって。うん、近くで湯気が出てる？出てない、これちょっと白っぽいフィルターだからかも。パラフェット行きました？あ、本当？ありがとう、純平くん。あ、ファンクラブアプリも出ますかって。ファンクラブ、むしろ多分アプリの方がやりやすいと思う。ビットファンっていうあのアプリでやってもらうと、今後結構そっちでなんだろうな、配信だったりとか結構やっていこうかなって思ってます。うん、声かすれてる、いつも。これね、だいたいベースがこういう声なのよ。あ、ゴールデンウィーク秋田行きます、いいね。私きりたんぽ大好きになっちゃって、監督さんが秋田出身の方で、まあ、そういうのもあって結構融通聞かせてもらってさ、撮影場所だったりとか、なんか、あ、秋田は奥深いよって、そうだね、なんかそんな感じがしたよ本当に。うん、今度は青森にも来てくださいね。
行きたい。青森はリンゴ高校生に押されてたら困ります？え、全然困らない。むしろなんか高校生とか割と女の子多いかも。なんかメッセージくるの、こっそり応援してますっていうの言ってくれる子が多いかも。うん、声なんかした？やっぱ声変？私のベースの声これです今度行ってみたい旅行は？最近全く、ちょっとありがたいことにお仕事がすごく忙しいので旅行とか行けなくて、ディズニーにも行けなくて、だからちょっとなんだろう、一回こう長めのお休み取って海外行きたいなって思ってます今うん、愛用してる香水、最近はね、まあなんか私数えきれないぐらい持ってるんだけど、香水は最近はもうすぐ出す私が作った新しい香水結構つけてるかも。それこそパルフェットに来てくれた方とかはちょっと匂いしたかなって思うんですけど、その時とかもつけてました。うん、前髪が邪魔、本当に疲労、さすがに。なんかなし、前髪なしって結構楽なんだけど、まだ中途半端で我慢できない。もうちょい伸ばせればいいんだけど、意外とこっからなんか伸びなくて、やだアーカイブ残りますか？いつもね、インスタライブ残さないのよ私。うん、 YouTube やらないって、やるってずっと言ってるよね私。だけどなんかやらないのかなそれこそそのファンクラブをやるってなって、やっぱりファンクラブを結構充実させたいなっていうのもあるから、なんか全然やる話はさ出てるんだけど、どういう区別をつけるかみたいな、難しいのよね意外と。まだ行ったことがない都道府県はってめちゃくちゃあるね。まだ四国の方とか行ったことないし一回もどこに行きたいかな。新潟行きたいかも急に。もう今日はあと寝るだけですか？はい、寝るだけです。岩手に来ないですか？岩手行くよ、私の親友が岩手住んでるから、多分近々行くと思う、遊びに普通に。うん、きりたんぽって言ってる人がいるまた大阪のグランフロントに来てほしいです。行きたい。もう結構なんか地方でイベントできるのって割となんかすごいことみたいで、皆さんの、皆さんが多分来てくれればできます何の撮影で飽きた？写真集です次は4冊目になるかな、4冊目の写真集の撮影をしてきました。なんかね、今回はね、なんていうのかな、写真集とかってさ、こう見てる側ってこう第三者というか客観的にこう見てるじゃないですか、まあ、私はそうなんだけど、だけどなんか今回はリアルにこう、なんだろうな、一緒にお出かけして彼氏がいっぱい写真撮ってくれたみたいな、なんか彼氏がずっとこう追ってる目線が写真になってるような感じかなって。だからなんか結構切り取られてる部分が割となんかいつもと違う距離感が近いような感じの写真集になってると思いますね。あ、松さんいい声だね、ありがとう。少ししゃがれてる、やっぱみんな声のことを言ってるね結構前の読んでるね。鹿児島
来てみてください。鹿児島行ったことあるよ、ちっちゃい時だけど。おばあちゃん家が地方の方で、うん、行ったことある。腕疲れません？そうなのよ、いつまで経ってもこのインスタライブの方式を変えないから自分で持つスタイルねだから疲れたらやめる海外やっぱりベガス、ラスベガスも行きたい。グランドキャニオンはあのもう人生で一回は行きたいって思ってるうん、ちょっと結構最新のコメントの方見に行くね。結構前の読んじゃってるわ。あ、オールナイトフジコ見たよ、ありがとう。なんか謎な出演だったけどね緊張したというか、なんかやっぱなんかメンバーの子たち、女の子たちの気合がすごくて感動した。なんか本当は嫌だろうにと思ってさ、だけどなんか必死で頑張ってて、ちょっと学ばないといけないところがあるなと思った。本当にそのパーカー文字なんて書いてある？これなんて書いてあるんだろう。稲川美香さんのさ展示会の時の可愛くて、白に紫の字、めちゃめちゃタイプで買っちゃった大ファンです、ありがとう。かいその写真集がコンセプトいいね。あ、そう、結構今回は結構なんか、あと写真の質感も結構違うのよね今回。だからもうなんかまた全然違う。前回も本当にお気に入りでおすすめって言ったんだけど、今回はなんか写真集っぽくないかも、いい意味で。うん。アーカイブお願いします。じゃあ今日だけ残そうかな。いや声むちゃくちゃ好きな声やな。本当嬉しい。私ちっちゃい頃からなんかちょっと低いから、なんか声、自分の声嫌いとか言ってた最近はうちそなんか褒めてもらえることが多くてさ、声が特徴的だねって言って嬉しいと思って面白い、みんなこの声知らないのか。お休み言われたら飛ぶぞ最近ですけど大ファンになりました、ありがとうありがとうありがとう、嬉しいグランドキャニオンの上飛んだよ。上飛ぶの？グランドキャニオンってリスたくさんいるの？そうなんだ、初知り。ふわふわしてるけど実はめっちゃエロいの好き本当？月もぐまた出てほしい。月もぐね、一回もう出れないかもって言っちゃったんだよねでも結構もうあの月もぐなんかもうレギュラー化してるよね。出てる女の子たち決まってきて、逆になんかそこに参戦するのちょっとなんか気まずいかも普段どんな時計してるんですか？私時計してない、持ってない。なんかもう絶対こう見ないんだよね、携帯で見ちゃってるからさ。うん、さやかちゃんのおすすめの趣味、おすすめの趣味、おすすめの趣味。でも私はねやっぱりそのちょ
2年前とかはしょっちゅう旅行行ってたから、なんかやっぱいろんなとこ行くのが私はいいかなって思う。自分のなんか経験になったりさ、なんかなんていうの、感性が磨かれるっていうの、やっぱりなんかすごい自然とか普段触れられないようなところにさ行ったりすると、なんか結構こう なんだろうすごい自分の中にこう感じるものがいっぱいできるとさ、なんか普段の例えば人と話したりする時とかもなんかこう共感できることとかも増えたりすると思うんだよね。そうだから、なんか自分が知らない土地だったり見たことない景色とかをいっぱい触れることがすごく大事だと思います。そうね、結婚式間近です。へえ、結婚式私もこの前親友ちゃんの行ってきてもう大感動しちゃって、多分大変だと思うんだけど本人たちは頑張ってね、みんなに、とっても幸せな日にしてきてください、ね。ティータン寝てる、寝てる、横でがっつり寝てます。シャンプー何使ってますか？オージュアです。多分前質問コーナーとかやった時に残してると思う、ハイライトに何使ってるって。うん、毎回最新の写真集がお気に入りになっていきそうだね。そうだね、なんかまあ一応やっぱり何か新しいコンセプトを持ってやらないとって思ってるんだけど、今回はなんかもうガラッと違うと思う。本当に毎回ここがちょっとおすすめとかこのポイント見てほしいとかだったんだけど、一冊まるまるちょっと新鮮な感じかな今回は。前髪邪魔、本当に切ろ切るね。でもあるのもあるでさ、なんかちょっと扱いがめんどくさいんだけど。私あ、台湾人なのに日本語がわかる。そうだよね、また8月台湾に行きますよ。毎日一食だけでお腹減らないのですか？あ、でもちょこちょこ食べるよ。なんか一食丸々食べないだけでなんかつまんでる細かいの、例えばなんだろうな、なんかナッツとか。パクパク食べてる。あとお水飲んだり してれば、なんか日中にお腹が重いのが嫌になっちゃって、なんかダイエットしてた時にの感覚がもうずっと残ってるから、なんかがっつりお昼とか朝食べるともう重たいと思って。うん、続けてみるのにギガ足りなくてお金払ってたし。本当にそういうのあるの？ギガ足りないと見れないの？ありがとね。普段カラオケとか行けますか？最近全然行かない。なんかね、それこそあれなの、その秋田でみんな、まあ、なんか最終日カラオケ行こうみたいな感じになって行ったんだけど、その時に、まあ、私その最近ボイトレ通い始めて、でなんかだんだんその歌い方に慣れてすごい出しやすくなったりいい感じになってたんだけど、その秋田でみんなでカラオケ行った時に多分今までの私の歌い方に戻しちゃったみたいで、そっからちょっと久しぶりにボイトレ秋田ロケ帰って行った時に全然歌えなくなっちゃって、それがなんかもう本当にまずくて。なんかそれこそ多分これから歌をちょっとずつやらせてもらうことが増えてくると思うから、これはまずいと思って、ちょっとしばらくカラオケ行くのやめようと思って。でも自分の歌い方に自然に戻っちゃうんだと思うんだけど、そうだからあえて行かないようにしてる最近カラオケは。え？
ずっと彩香さんだと思ってました、ごめんなさい。いいよ全然、彩香って読んじゃうよねあれ。あ、でも漢字がかが変わったから覚えてねうん、肌のケアのために何かおすすめありますか。最近はあのタレントさんのさ、めぐみさんいるじゃん、がテレビで1日2回パックをしてるって言ってたの。まあ、それってなんかほうれい線がさ、なんか最近気になってきて、ここのなんかめぐみさんが30代の時の方がなんかすごい老けて見えちゃってたみたいな、そのほうれい線とかがみたいな言ってて、で今めちゃめちゃ綺麗で何してんのかなって思って、そしたらパックをしてるって言ってたから、私もともとそんなになんかいろいろやり込まないタイプだからね、割とシンプルなスキンケアなんだけど、ちょっとパックやってみるかと思って、なんか何でもいいって言ってたから、なんか最近夜だけパックをするようにしたんだけど、まあ肌の調子が良くてでもなんかやりすぎるとさ、なんかやらなくなったらすごい出ちゃうっていうから、なんか割と甘やかしちゃうとダメみたいで、肌もだから多分自分のバランスを知るといいかもね。あんまりなんかゴテゴテにやるのも多分ね、きっとやれない時とかあるじゃん、なんかそういう日が一日でもあると崩れやすくなるから、肌の感じが割とシンプルでいいと思うよ。ダイエットってさえちゃん太ってた時期あったよ。私むしろめちゃめちゃ太りやすいし、学生の時にね、あ、なんかこの前コナンちゃんの誕生祭では発表したんだけど、私バスケ やってないのよ。バスケなんて1ミリもやったことがなかったんだけどその川北彩花の、まあ、プロフィールみたいなところにバスケットボールみたいな書いてあるんだけどね、それメーカーさんたちが決めたんだけど、なんかさ、お話そういうので振ってくれるファンの方が多くて、いつも申し訳なくて、全然やったことないのになんか嘘ついてると思って、だからもう本当は私はバレーボールをやってましたそれで、あれ何の話だったっけ、あれ何の話だ、あ、そう、太ってたっていう話から、高校の時がっつりあのウェイトトレーニングとかをやる、まあ、結構強豪のところだったんだけど、だから今より20キロぐらいあって、まあ、脂肪ってより筋肉がすごかったから、まあ、もちろん脂肪もあったんだけど、ガッチガチで大きくて、でそっから痩せる1年間で、でも20キロ1年10キロは1ヶ月ぐらいで落としてそっからの10キロはゆっくり1年ぐらいかけて落としてったんだけど、そうだからその時期とかはガチガチにダイエットしてたから、その感覚が今も残ってるのよね。そう、うん、これ私めちゃめちゃ前の読んでるよ、ちょっと待ってね、自宅、あ、そう、おち、これ結婚してください、無理なら奴隷にしてください絶対やめた方がいいよ半までやるね、あと10分、ちょっとなんかインスタライブもちょっとずつやるね、最近ほんとできてなかったんだけど、まさかの設定、そうなのっていう理由があってさ、バスケにしてた、あのだから誰か直したいってウィキペディアかなんかなんかあれなの、その本当にデビューした時、復活前の時は、まあ、こう本当にさバレないようにというか、もう作品だけポンってサンプル動画とかも見せないようにしてくれてたみたいで、っていうのがあって、あのなんていうの、
いろんな情報とかもさ違うやつにしてたんだよね。多分他の女の子がそうかって言われたら多分違うと思うんだけど、私の場合は結構変えてて、うん、っていうのも私は知らなかったんだけど、うん、そう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 っていうのでバスケって書いてありました。だから一回さイベントの時にファンの方にポジションどこって言われて本当に分かんなくて、なんか意味分かんない回答しちゃったんだよねごめんねお化粧とかどうしてる？今すっぴん？お化粧してない？今すっぴん？さっきお風呂入ってさやかさんのスパイク受けてみた。あ、エイトくん好きだもんね、ハイキュー。そう、私あその意味わかんない回答しちゃったっていうのは、私バレーでスパイカーだったのね。スパイクを一番打つポジションだったんだけど、そうだから攻めてるなと、攻めるポジションと思ってバスケでもなんかさサッカーとかでもディフェンス、オフェンス、守りと攻めみたいになるじゃん。だから攻める方とか言っちゃう、多分攻めるポジションとか言っちゃったんだよね何も分からず本当にアホだなって思いながらえ、可愛すぎて見とれてたら事故りかけました。危ない、外いるの気をつけて。バドミントンに合いそうだ。あ、バドは結構好きだね、よくやってたお友達と。設定あるって聞いたことある？本当？まあでもこの業界は割と多いよね。ちょっとね、世間にこうバーンって本当の情報を載せたらさ生きづらくなってしまうこと多いと思うから、他の職業より、うんね。バレーボールになるのでスパイクしてバレーボールになるのえ、うん、人見知りの寂しがり屋さん、私誰のこと？ナチュラルメイク可愛かったです、あゆみちゃんあれかな、グラビア、ありがとう。すっぴんが綺麗すぎ、これはねフィルターのおかげなのよ。ほら今こうやってやるとなんか口が浮かぶでしょ撮ったら今日は本当にまずいめられた。野球あって疲れたので春樹をお疲れ様って言って、今言ったふん今もバレーボールたまにやってますかって、あのねその配球最近映画やってるじゃない、それで久しぶりに見たら本当にやりたくてやりたくて仕方がなくなっちゃってちょっと前にバレーボールのボールをお家に買ったのそれで自分家でなんかやってるんだけど、で明日ちょっと久しぶりに実家の方に帰ってバレーボールをちょっとみんなでやるんだよねそれが本当に楽しみで楽しみで久しぶりだから、うん、だからねもうシューズとかそれこそちゃんとやるのって高校卒業して引退してくらい、だからもう多分できないんだけど、全然できないんだけど、シューズを買ってこれからいろいろちょっとやっていこうと思って、やっぱね楽しいんだよね。そう、あと5分です好きな芸人さん？芸人さんあんま知らないけど、あ、バナナマンさん好き。なんかすごい優しさがにじみ出てない？あのお二人設楽さんとか特に好き。うん、
音楽とか聴きますか？聴いてたらおすすめの曲を教えてください。そういえば昨日たまたまなんかめちゃくちゃこの曲好きっていうの見つけたから、洋楽なんだけど、後でストーリーに載せるね。ちょっと名前まだ分かんなくて、初めて聴いた曲だったけど本当に良かった。突き指しないようにそれね、怪我して帰ってこないようにしないと怒られちゃう。さすがに走るの遅そう、よく言われるけど私めちゃくちゃ速かったんだよすごい速かったと思うよ。学年で1番とかだった、女の子で意外すぎるよね。運動はできたのよ。今初めて会った人とかには運動できなそうって言われるんだけど、運動神経で生きてきたみたいな感じのとこあるからそう、歌歌ってほしい。あのね、そのファンクラブの配信の方とかではちょっと歌ったりとかもしようかなと思って。いいと思う？そうあ、背景アニメ全話見てしまいましたあれ見始めたら止まらないよね。あ、ウィキペディア見てちょっと違ったらまた直すから言ってねありがとうでもどうやって新しい曲探してるの？あのね、自分から探すことっていうのはそんなにないんだけど、なんかお店とか行ってさ流れてるじゃない。それでいいなって思うと、あの曲を検索するアプリ知ってるかな、こう風なんだろう、音楽流れてるところとかに近づけるとそれが出てくるんだけど、それで結構新しい曲は知ってるかな。その後で紹介するって言ったやつは、私がいつも行ってるエステのところで昨日たまたま流れてて、何これめちゃくちゃいいって言ったらそう教えてくれました。うん、まさかの瞬足それね。芸人と付き合うのはダメだよそんなこと思ったことない。私なんかそんな、なんか前に質問で一般人じゃダメですかみたいな、恋人、むしろ芸能の人とそんなそういう風に見たことないし、一般の人しかないよと思ってさあと1分ありがとう、なんか今日すごいいっぱい見てくれてるね。いつも遅すぎるのか時間やるの12時過ぎぐらいにやってたりするから。さえちゃんは業界でベスト3に入る歌姫だよ。本当？もっと上手になる頑張る。あ、シュート君、私の歌まだ聞いたことないか、ぜひ聞きに来てねもうすぐ終わります。友達に芸能人の人いますか？ほぼいないな、うん、ほとんど1人2人そのぐらい。お友達って言っていいのか分かんないけど。30分になった。今日は頼むから延長どうしようかな。またちょこちょこやろうかな。うん、またね、またやります。バイバイ、またねー。